はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。西川様、滝沢様、お手紙いただきました。ありがとうございます。子猫のしっぽ1号2号様、さくら様、テディボマー様、柳様、マイク・タイソン様、ナミ様、ナマハゲの息子と姉様、ヨウコ様、ご支援ありがとうございました。皆様何度もご支援、何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動、それとあさってから始まる選挙活動などに、使わせていただきたいと思います。いよいよ、あさって16日から選挙を開始しますけれども、日本改革と地方議員公約は、こちらにいたしました。これみんなですね、私が豊島区議員だった時に、やったことなんですけれども、外国人生活保護反対演説をして、その後、この市では外国人どのぐらい生活保護いますかっていう実態を明らかにし、公表する。これは毎年やる。私も毎年やってました。日本人と比べ物にならないほど高い外国人の国保税滞納率を明らかにし、公表する。議会で質問して、公表。これも毎年ですね。年に2回これ質問しても同じ数字出てくるだけなんで、まあ毎年です。豊島区では、なんと外国人の国保税滞納率が 53%。ありえねえよ。なの。半分が滞納してる制度なんか破綻してるよ。民間企業だったら倒産だよ。ほんとバカみたい。国民健康保険を外国人に使わせるのもバカみたい。国民健康保険って日本人健康保険ってことじゃないのかよ。って、腹立たしいんですけども、形に残らない、それゆえ成果の見えにくい委託事業、補助金事業を議員調査権を使って調査し、公金収集があれば糾弾する。これコラボとか若草を念頭に置いております。その市やその区でもそういうのあったもんだよね。なんか子供食堂とか行って豊島区言ってたけど、あれも今考えたら怪しいな。ちょっと調べれ終わったな。立憲の議員とか、よく出入りしてたな、そこのやってる場所にな。欧米先進国を見習って、共産主義、非合法化を訴える。共産党をクソ味噌に攻撃し、懲罰委員会にかけられる。など。これは、懲罰委員会のとこは、まあ、ボケですけれども、共産主義は、こういうわけで危険だっていうのを、議会で言ってもらいたいな。これは、この4つは、まあ、最低やってもらって、あとは、議員になれたら、個人個人の考えで動いてもらうかな、思っております。3月15日、総務省で第6回、公共放送ワーキンググループ、有識者会議開催、インターネット活用業務を NHK の必須業務とすることで意見が一致。これね、やってもいいから、やんなきゃダメっていうのに、格上げになりました。ネット聴取に向け、着々と駒進めてんなぁ、やばいなぁ。どうせね、有識者会議には、NHK イエスマンしか呼ばれてねえんだろうからね。総務省は、NHK を、美味しい美味しい天下り先、として、温存したい、じゃないですか。やばいなぁ。着々と進んでんな。絶対諦めねえな、こいつ。ヘルファイア A、続報、鈴木直道北海道知事の後援会会長は、中国べったり、ニトリ会長。で、ヘルファイアの親父がですね、ニトリの役員だそうであります。同じく中国べったりの日本端子、河野太郎と同じようなべったり企業のニトリつながりかな。千葉国民の皆様、頼みます。何を。とりあえず靴沢は、ニトリ不買、ユニクロ不買いたします。強制送還できない、欠陥入管法のせいで、まあ民主党が欠陥にしちゃったんですけども、逃亡して指名手配中の不法滞在者1410人の
大惨事、今もっと増えていくかもしれません、昨日からですね、あの入管法改正すべく、国会審議入りしてますけれども、早速 TBS がですね、報道特集って番組で入管法改正に追い詰められる人々なんちゅうのを放送しておりました。入管難民法改正案が国会で審議入り、現行法で難民申請中の強制送還は認められていないが、改正案では3回の申請で強制送還の対象に。3回も？もう1回でいいよ、女の。母国を追われた外国人の悲痛な思いとは、べん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 、一般反応です。無責任なこと言うな。一緒に不法滞在してたウィシュマの彼氏は、注意されたらさっさと帰国して、元気に祖国で暮らしている。繰り返しの難民申請の入れ知恵をしたのは難民支援団体という闇。勝手に不法滞在して追い詰められるはないだろうが、どんなことして祖国にいられなくなったのかも報道しろ。そいつら返さないと日本人が追い詰められる。犯罪者が優遇される国なんかない。法律守ればいいだけだろうが。無制限だった難民申請を3回までに改正するそうで、他国は一回きりで強制送還だよ。3回でもお祝って。母国を追われた。この間違いでしょ。つうか、あの TBS の意図的な嘘ですね、これ。嘘報道に罰則をかけたいな。1年間放送停止とかさ、重すぎっか。潰れちゃうな。知人や近隣やマフィアとのトラブルを起こして、国にいられなくなった。自業自得でっていうのが半分以上いました。それが正解であります。自業自得で母国にいられなくなったやつが逃げてきている。だから勝手に来てんだって話。入管法改正で追い詰められる。あのね、不法滞在の時点で全員犯罪者ですからね。拘束されるだの、刑務を強制されるだの、例えばあのタンス作ったり、鉄工所で働いたり、割り箸を袋に入れる作業したりを強制されるなど、犯罪者の人権は制限されるのは日本人でも同じでしょ。同じでしょ。追い詰められるって言うけどさ、何の罪もなく追い詰められてるわけじゃないんだべ。施設に収容されたり、人権を一部制限されるのは不法滞在っていう犯罪者だからですね。そんなにかわいそうなんですね。あの TBS が面倒見ろって。TBS 社員の家で全員引き取れ、で飯も食わしてやれってね。もちろん共産党も公式に赤旗で入管法改正に大反対。強制送還は難民申請者を犯罪者扱いするものです。人道的立場から日本に住み続けられるようにしろと。共産党が反対っていうことは早急に改正しなければいけないってことですね。皆さんご存知の一般反応です。不法滞在者に寛容な国なんかない。ちゃんとした手続きで日本に滞在すれば何の問題もない。共産党は代々木の本部に侵入されても追い出さないの？ホームレスに共産党事務所に住んでいいって教えてあげないとな。日本人の税金で外国人犯罪者らを養う理由ない。共産党が反対することは日本にとって良いことです。彼らが反対することは世の中にとって良いことです。日本人有権者のことを全然考えてなくて草。そりゃ議席減らすわけだ。朝日新聞庁に言うならですね、朝日新聞みたいな風味で自分の、言いたいことをなんとなく言うにはですね、共産党が反対なら推進すべきであることは世間一般に広く知れ渡っていることだが、で、話を始める。とですね、なんとなく、共産は悪いんだっていうことになりますね。強制送還は難民申請者を犯罪者扱いするものです。いや、犯罪者でしょって。不法滞在してんだから、犯罪者でしょ。共産党の嘘つき治りませんね。嘘つきがない共産党なんかね、世界中に存在しないけどね。日本で犯罪者なだけでなく、なんか自業自得でやらかして、本国にいられなくなった連中ですよ。日本にとっても本国にとっても厄介者っつうね。人道的立場から日本に住み続けられるようにしろっつって、これ人道振りかざして犯罪者を免責しろって言ってるんですけど、そんな人道なんかねえよ。犯罪者を免責したらですね、一般人の
人権がおかしくなんだろうが、一般人が危険にさらされんだろうが、こんなんではね、もともと頭がおかしい赤旗購読者しか騙せませんよ。そんなに数だったら共産党員が引き取って面倒見ろって、共産党がどんなに泣きわめいても法改正されますからね。全く遅い、遅すぎるぐらいです。指名手配犯1410人も作って地下に潜られちゃってね。山口組でさえそんなに大量にね手配されたことなんかないんじゃないの。地下に潜ったこいつらは日本と日本人にとって一大社会不安ですよ。そんなん冗談じゃねえよ。共産党何言ってんだよって話ね。嘘ついてるし。京都新聞。全国一の占有率を誇った京都市議会。定数67。共産党が18から14議席に減ってしまった。現職ベテランの73歳、67歳、58歳、53歳が落ちてしまった。だそうです。一般反応。共産主義者は民主主義の議員に向いてない。自民党一党独裁は良くないが、共産党はダメ。ネットの声はでかいのに、リアル選挙じゃ勝てないのね。上層部が貴族化し、仮想の党員の粛清とか人心が離れて当然。そんでもまだ14人いんのか。京都市財政破綻の原因、単純に高齢党員が自然減少しただけと。党員と支持者が自然減少が原因でしょうね。高齢化で。新規信者が獲得できないんだから、自利品は当然です。豊島共産党は36名中4人でした。11.1%。それでも無意味で無価値な難癖質問で時間稼ぎして地獄だったです。京都は67分の14で 20.9%。心配した京都新聞が減った減ったと騒いでも、豊島以上の地獄だな。まだな。京都市、市議会は。京都市財政破綻危機の報道を見てね、寺だの神社だの、観光地いっぱいあって、金のなる木がいっぱいあるのになんで、不思議に思ってましたけれども、共産党が多かったせいだったんですね。まあ納得です。30年前ですね、豊島区は東京で唯一消滅危険自治体認定されちゃって、その頃は共産党議員が半分近くの地獄だったそうなんですよね。地域の発展に全然効果ないことばっかし、やったんでしょうね、バラマキやってね。ゴッサムシティのモデル、デトロイトもですね、自動車産業労組が応援するパヨ議員がばっこし、崩壊しました。結論、パヨは自治体を滅ぼす。パヨは国を滅ぼすと。日本政府、潜水艦から発射できる長距離ミサイルを開発するで、巡航ミサイルを量産するで、中国共産党、軍拡の道を歩む日本を、国際社会は警戒すべき。即座にですね、お前がいる、お前らのせいだろ。いやいやいやね、もう恥を知らないってのは無敵ですね。結論、中国共産党はパヨ同様に話が通じない、議論は無だと。ブルームバーグ報道、ピューリサーチセンター、米国世論調査、結果、中国は米国の敵国である。38%、プラス 13%、ズバリですね。習近平は全く信用できない 50%、 中国は信用できない 83%、 中ロ関係、中ロの協力は深刻な問題だ 90%、中国と台湾の関係は深刻な問題だ 47%、一般反応、そりゃ中国の方から敵意向けてくるんだから当然今までが不思議なぐらい中国に甘かったよな。明らかに敵対してるし、このグラフ見てですね、脅威に思わない連中は、これ中国の軍事費の推移なんですけど、バカかスパイ、あるいはバカなスパイである。これを見て脅威を感じないやつはスパイかバカ。数年前ですね、軍事費15兆円、やべえなって私思ったとうろ覚えなんですけど、今年30兆円突破したそうです。やばいところの騒ぎじゃない。日本で調べたらどんな結果なんでしょうね。メディアが腐ってっから米国よりも甘い結果になるかもしんないな。二階だの、河野だの、シェイシェイだのが政治の中枢にいるしね、ニトリだの、ユニクロだと、
な、だの、無印良品だのも中国慢性してるしね。ヘルファイア・エイリは元中国人だし、親戚は中国に住んでるし、それ聞くと差別って言うしね。もちろんテレビですね、ウイグル弾圧なんて全然伝えねえし、アメリカよりも低い数字が出るんじゃないでしょうか。中国は敵国であるっていうですね。ガーシー容疑者、国際指名手配されました。12日にパスポート失効、仕事早ー。警察は本気だな。警察の本気を感じますね。東谷容疑者にかかってる嫌疑と最大量刑がこちら。旅券法違反確定5年、常習脅迫5年、業務妨害3年、信用毀損3年。これ業務妨害も信用毀損もですね、経済的にダメージを与える、というですね、財産犯になってます。詐欺罪10年、脱税10年、合計36年、半分食らっても18年、3分の1で済んでも12年、立花に騙されて立候補なんかしなければよかったって今頃思ってそうですね。なんか議員になれば逮捕されねえよって、嘘ついて誘ったみたいなんですよ。そんなのね、国会が開いている間だけだし、国会中でもね、参院が衆院が逮捕していいよって、なったら普通にされるしね。元法務大臣だったか現職の法務大臣だったか知らないけれど、忘れましたけど、逮捕されたことありましたよね。選挙、奥さんの選挙で金ばらまいてね。議員になれば逮捕されない、そんなわけねえよ。そんなんだったら鈴木宗男実刑食らってねえよ話なんですけどね。メール党員さん大募集であります。ご支援の方もよろしくお願いします。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。